今あの、新しく女子の選手を見られていると、以前お話しされたと思うんですいその方の選手の個性というのは、でも今までと同じような感じ接する時間が短いと思うんですよね、教員されながらとは違って、同じようじも,もともと教え子なんですよ。で、そのロンドンで金を取った秋山と同級生なんですよ。 で、秋山って女の子はもう祖先さに引退して、悠々自適に生活してるんですけど、その、今教えてるっていうか、まあ、面倒見てる子は、もうずっとやり続けて、で、東京はパラリンピック行ったんですけど、その前の、えー、っと、リオとロンドン、両方とも補欠だったんです。で、パラリンピックに行けなくてどうしても、 あの、パラリンピック行きたい。それまではやめられないって東京にまあ、行けて、で、行ったけど、まあ、無残な結果で終わり、このままじゃ終われないでまだやるのっていう感じでしたけど、あの、もう、それやってある程度アスリートとして出来上がってる子に、ああしろ、こうしろって言っても、無理です。あの、人間関係とか信頼関係なんてもう作れないなと。 で、寺西はこう言ってるよで思っといてねっていうふうなもう前置きをして、まず責任持てないし、から今の段階になるまでに、もういろんなコーチたちにいろんなことをいろいろ教わってきて、まあ一種頭でっかちなんですよね。実,実力ないくせにで。そういう人に、なんだろうな。なそういう意味ではゼロから、 自分なりのやり方で指導していった方がやりやすいのかなと思いますけど、もう,もうよその、いろんな指導者たちがいろいろいじくり回した子を、さあ今からって言われたら、やっぱできることは少ないし、あの、本人の心を傷つけてもいけないので、俺はこう思うんだけどな、っていうレベルで、あとはそれを引き入れて、 自分でやろうととするかかしないだだけだと、まあ、そういう意味ではもう,こう手抜いてて何が何でも金取らせてやるぞとかっていう風に自分は思ってなくてまあ本人がやりたいようにやってメダル取れたらラッキーだよねぐらいの感覚なのでちょっと気は楽ですけどね、うん、あのー、うんそれは木村の時はこうだったぞ買いの時はこうだったぞとかっつったら多分彼女は3日で辞めちゃうと思うので。 言えないなと思いながら、あのー、はい。そうやって頑張ってる選手を見ると本当にパラリンピック必要なのかなって最近思うようになってきて、花岡さんが言ってて、子供たちと遊んでる方が、走ってる方がって、僕も今同じ知的の子の初心者とか身体の子の初心者と一緒に水かけっこギャーギャーやってる方が全然楽しくて、あのー、やれメダルだってそこに集中していかなきゃいけない、 今のは、もう辛いなーっていうか、楽しみじゃなくて苦しみだけなんで、人生もこの年になったら楽しみたいなと思ってますけど、すいません、私やっぱりね、うまく答えられないわ。い<や>申し訳ない,い,い。いや、ありがとうございますでも。確かに今、体育の子たちが楽しいです。<laughs>